こんにちは、藤井玄気です。実はこの年末ですね、私は別の一つの作品、動画を収録いたしました。これはジョージ・オーエルというイギリスの作家の1984年というディストピア小説を題材にした私の動画です。私がこのジョージ・オーエルが展開した世界、 がですね、あまりにも現実に、現実に近づいてきている。あるいは、現実が、2020年の現実が、ジョージ・オウェルが書いた世界、非常に暗い、左翼全体主義が人間を全てコントロールしてしまう、恐ろしい暗い暗い未来に、どうも近づいてきている。これを大統領選挙と、それ以降のアメリカで起きていること、世界で起きていることを見てですね、非常に似ているなと感じたんですね。 そしてもう一度私は若い頃に読んだジョージ・ョーベルを読んでみようと思って読み直しました。本当に背筋が寒くなる思いがしたんです。背筋が寒くなるというよりははっきり言って読んでいくうちに気持ちがどん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 暗くなっていく。気分が悪くなっていくという表現がぴったりだったと思います。というのはあまりに現実がこのオーベルが書いたアンチ・ユートピア。 まあ、アンチユートピアをディストピアと言うんですが、に近づいてきちゃってる。あ、ここまで書き込んでいたんだ。若い頃読んだ時は、十分に読み取れてなかったな。あるいは、1991年にそれっぽ滅びた後は、あ、もうこういう世界がさよならなんだ。まあ、こういう世界が世界をですね、オーエルが恐れたような世界が、現実になることはないだろうと、あまりに私は、楽観主義的すぎたなと。楽観的すぎたな ということを反省して、今我々が直面している本当の問題は何なんだということを改めてこのオーベルの1984年という小説を題材にして考え直してみようと。まあそういうですね、えー、レクチャーといいますか私のセミナー,、えー、皆さんに見ていただい,いた,だきたい動画を撮りました。この1984年の世界、そこは非常にリアリティがあって我々の 現実がそこに近づいてしまっているように思いますので、これもある意味で2021年以降も予測というふうに考えていただいていいかとも思います。えー、というわけで、えー、一つ、まあ、言い訳とお知らせと御礼を兼ねてご挨拶をいたしました。 こんにちは、藤井元気ですえ。今日は皆さんをジョージ・オウェルの1984年の世界にご案内したいと思います。でジョージ・オウェルの1984年というのは、いわゆるディストピア小説の傑作と言われています。まあ、ディストピアというのはユートピアの逆ですね。ユートピアというのはまあ理想郷、まあ、とても現実にはあり得ないような素晴らしい世界。 のことなんですけども、それと逆でですね、えー、絶望の我々、えー、絶望が待っている未来、まあそういう世界について書いたのがですね、この1984年という小説なんですねで。なぜこの小説を中心テーマにして取り上げたかと言いますとですね、今まさに我々が読み直してみるべき小説であろうと。 いうふうに思うからです。まあこれはいわばサイエンスフィクションと言ってもよくてですね、まあ未来を予想した小説なわけです。これは実は1849年に出た本でありまして、まあ書いていたのが1848年ですから、まあ40年後の世界といいますか、約ですね、まあこういうような暗い世界になっているんじゃないかと。 いうようなことを、まあ、ジョージ・オウェルは予想してですね、1984年というふうに、そのタイトルをつけたわけです。なぜ今この小説を読み返す必要があるのかというとですね、端的に言って今、今の我々の世界があまりに1984年で描かれた世界に近づいているからです。まず、このチャイナという国ですね。ええ これはまあ共産党の一党独裁の国でデモクラシーもなければ言論の自由も、えー、集会結社の自由も何もない全体主義社会です。まあそれは皆さんもご存知の通りなんですけれどもこれがですね、えー、最近の進んだ IT のテクノロジー AI のテクノロジービッグデータそういったものを使ってですね本当に完璧に近い 統制管理社会、全体主義の社会を作り出しつつあるということですね。まずこれが非常に怖いということです。実は1991年にソ連邦というのが滅びて、そしてこの1984年ですね、という小説がそのモデルにしたのはスターリン主義のソ連だったんですね。ですから、 スターリンが亡くなった後も、まあ事実上のスターリン主義、社会主義全体主義の社会というのはソ連法と共に続いていたわけです。それこそ意見のですね、違うもの、自由化を求めるものは異常者といって全部刑務所に入れたり、あるいは精神病院に入れてしまうようなそういう恐ろしい社会。 が続いていたんですが、1989年が非常に大きなターニングポイントになりましたね。で、この年ベルリンの壁が崩れですね。そして、チャイナでは天安門事件がありました。それ以降、東ヨーロッパは雪崩を打って自由化民主化をしてきたということで、大変素晴らしかったんですね。そして1991年にはついに、社会主義の最大の国家であるソ連邦が崩壊した。 これは15の共和国に分裂してしまいまして、そしてもうソ連型のモデル、ソ連型の社会主義的全体主義というものはもう滅びたんだと。これは西側、えー、自由な言論があって、政治的には民主政治、えー、そして経済的には資本主義、えー、個人のですね、私有財産を認めて自由な競争でやっていこうという、 という経済体制。そして言論は自由にしてですね、一人一票でみんなで選挙をやって代表を選んでいくんだと。言論は自由であると。そういう社会のありようがもう完全に勝利したんだと言われた時期があったわけです。その時我々は、ああ、これでですね、一つ社会主義共産主義というものに対する人類の答えが出たと。 やはり共産主義、社会主義の道は間違ってたということがはっきり分かったんだと言って我々自由社会に住む者はほっと胸を撫でおろしたしですね、我々の体制の勝利に安堵したんですね。しかしそれから思わぬ方向に実は時代は進んできました。